先、一先、一先。挑戦者である猿がめちゃくちゃ止めてます。一先。さっき食らったんでね、チタンナさんの一先の強さを。そうですね。ネクストファイター、メガチタンだ。メガチタンだ。オッケー。いやー、しかも一先。メガ、まあ、どっちでも大丈夫。うん、チタンナでも大丈夫ですよ。通じます。いやまあチタンナさんに一先を挑むっていうのはまあ業界じゃちょっとやばいことですね。やばいですね、難しい。業界的にはちょっと難しいもん。難しいものですかね、やっぱり。いやまあまあまあ、この一先をどう取っていくかですね、ポポポが。ああ、おっと、うまいこと差し込んでいく。ブロックしっかり、ブロックしっかりいく。怪力のブロックが強くて、はい、あのピカチュウジャンプしたときにパレルタスが噛み合わせじゃんわいしかなくて、相手に出された時にそのまま着地しても確定しちゃうんですよ。なるほど。結構僕この組み合わせやったんですけど、ほうほうほう、起き上がりに、4枚、うん、なんかブロック技があるんですけど、はい、それされたりしたらつらい。はいはいはい。だから5は良くて見せないと、あのそれに確定取られちゃう。なるほど。おーっと、見てから投げ落としたが間に合わなかった。おーっと、チェフリターンでかい。これはしっかり読んできた。あの距離ほっぺしかないっていうので、おーっと、うまい。すかしてから投げる。ここら辺のムーブ、チタナさんうまいですよね、本当に。おーっと、今のは釣ったのか、釣ったのか。これがメガチタンだ。さあ、ボルテッカー。さあ、メガチタンダの得意な状況。さあ、ここで EV を使って、しかし、ピカチュウ側もおーっと、着地。やはり、一先強いですね。いやー、今お猿くんからやめとけって言ったのにって言ったことがまだ終わってないですからね、まだまだ終わってないですからね。さあさあ、まだここで、さあどうしていく。メガチタンダー、メガチタンダーの攻撃はやむのか。さあさあ、おっとしゃがんで、おーっと 5X がすかしたところに 6X が、 6X と 5X の差し合いがちょっと難しいんですよね。なるほど、リターンの差がでかいんですね。おっと、これはちょっと怖い状況でした。おーっと10万を下げている。当たってますけどね、結構当たってますね。なるほど、クロスの差し込みにすごいセンスがありますね。おっと、これ舐め足たまらず、これは相手に共鳴させかわしたいところ。そうですね、怖い。 2X かく、2Y かくって、かくって投げ、これはでかい。共鳴バフがついてるんでね、めっちゃ減るんですよ。なるほど、ここで共鳴、共鳴。おお、コミキャンしてますね、コミキャンしてますね。ラガーと期待して、おお、しっかりととがめましたね。残り15秒、残り15秒。ああ、これは共鳴もたまるし、たまるし、体力も有利じゃない、体力有利じゃないのか今。おー、やっぱこの男強えわ。だからやめとけ言うたのに。さあ、ポポポさんどうされます。ポポポどうする。このまま続行か、2先で続行、2先で続行。まあそうなりますか、そうなりますか。なるほど、じゃあポポポ君のストックが2になって2先勝負ですね、続行。そうですね、さっきの最後もなんですけど、はい、怪力の対空に対して回答がちょっとピカチュウ側が難しかった。落ちてくるところに JX 合わせるっていうタクもあるって感じかな、怪力側が、ピカチュウ側が、ピカチュウ、そうですね、まあ怪力がジャンプ、前ジャンプしてきた時のタクが、はい、ジャン X のブロック技と、はい、空投げ、うんうんうん、であとはたきっていうんですけど、はい、まあ、それタク、狩るタクがはたきじゃなければ、うん、全部バックジャンプじゃなくて枯れるみたいになるんですけど。ああ、なるほどなるほど。しっかり最後やってたんですよね。はいはいはい。次それ見たんで、うん、それに対して次ははたきやってくるんじゃないかっていう。はい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 。だからそこの2点3点した読み合いが発生するって感じですね。そうですね、やっぱ対応するためにに、あの、いいの、はい、あれかもしれないですね。2先で結構相手を対応してから、はい、1先ムーブを1先にして、なるほどなるほどなるほど。そういうのもおもろいですね。おー、クリティカル、とクリティカル、おー、あー、2段目に当たる。あ、空投げしっかり、空投げしっかり、最低グでしっかり出してすごいですね。さあ、ここでワンコンボで死ぬが2位は、おー、これちゃんと取っていって、しっかりジャスト、
さあここは証明して、これはジラーチも使わず、おーっと投げていく、だからお得意なやつですね。ジラーチ使って殺しに切りに行くぞ、これは行くぞ。さあさあさあどうする、二択だったよ、ジャンエクス勝てる、なるほどなるほど、おーっと、ワンチャン出てきた、ワンチャン出てきた、バンスを使って体力有利、あ、近づいた、さあ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 、あーなるほどなるほど、あれ多分着地された時に多分インサキやからね、着地された時は、うん、多分あのピカチュウ側がとにかくもう一回やったら確定だったんじゃないかなと思って、はい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 、しっかりそこやって、なるほど、おー、しっかりブロック見て、しっかりブロック見て反転、ピカチュウが爆して弱いんで今の投げも枯れちゃうんで、しっかり、なるほど、 6X ガード入力は、さあこっからチタンダーワールド展開か、おっとポポポが通さない、2枚、ただこれは繋がらない、画面端、おっと2枚、おーっと目が来たんだ、さあそれでコンボを決めていく、これちょっとなるほど、様子見2枚、2枚、うん、さあこの状況は苦しい、おーっとこれは怖いところだった、まあ、出し切りでも枯れるし、そうですね、ガードされる以外はしっかりブロックして、しっかりブロックして、あいつにも共鳴溜まりそう、共鳴使って殺しきりに、共鳴を貯める前に殺そう、なるほど、相手の前ジャンプには6Y と、なるほど、 6Y も低姿勢なんでジャンプあれですかね、うん、攻撃を枯れるって感じですかね、さあさあお互い1-1取って、この先の1本を取るのは誰か、ここ取ったのでかいですね、共鳴を貯めさせない、確かに、うまい、これ結構暴れてきますね、これ暴れてきますね、あれね、ちょっと難しかったんですよ、あ、そうなんですね、あれね、前捨てになっちゃうのがバグ捨てになっちゃうところを逆にちゃんと入力して、はい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 、うまいっすね、あー、ブロック何なの、なるほど、そういったちょっと状況判断が難しい、さっきの技だったんですけど、北田さんしっかりと、おーっと、ここではまだ死にはしないけど、状況かなりきついですね、なるほど、ホミミが通してきた、さあダマ、ただこれが一先ならばこれが一先ならばまあでももしかしたら北田さんが二先だからちゃんとそうやって読み合っていくっていうのもあるかも、試したいことを試したみたいな感じですかね、あ、まだわからない、そうですね、あ、ちなみに聞いてました、グンタンのコメント、何ですか、俺までは回ってこないと思うと言ってましたよ、へぇーサウネさん、信頼されてますよ、言っちゃいますよ、はい、あれですよ、僕、ブンタンの次っすよブンタンの次、ブンタン、ブンタン前座、前座前座だから僕も任務回ってこないはずですよね、なるほどいやもう、メガチタンだから全てを止めると、そうそうそう、なるほど、ぜひお願いしますぜひお願いしますさあさあ、まあまあまあ、状況的なお互い、僕の状況かな、まあでも、カイリキーもこれだけ共鳴溜まってるのもだいぶいい状況ですね、さあ、ここでここで FFP を取った方が、おそらく共鳴溜まる、おっと投げはでかいですね、投げでかいですね、お、圏内ですかね、これは、共鳴溜まる圏内ですね、おそらく、カイリキーが、おーっと、なんかすごい判定でブロック確定、ブロック確定、おーっと、ここは殺しに来た、さあ、共鳴溜まって、共鳴溜まって、さあ、ガードしっかり、さあ、あー、2枚、あー、おーっと、俺は死んだ、持ってた、おーっと、ポポポリーチをかける、さあさあ、ここでポポポが勝てばチタンダ撃破、おっと勝っていってしっかり2枚、2枚、さっきブロックそこで取られてたんでね、アイアンテール、おっと投げに対する 8X の噛み合わせがすごいですね、精度がしっかり見てるんですかね、
もしかしたら、それか嗅覚は非常に高いかですね、うん、投げの。さあ、いいぞい。この距離から、これ 6X 入りますね。 6X 入って、なるほど、投げ。これでガードして、こういう時なしと。なるほど。ここなんですよ。あれはボルテッカーとかでは枯れるんですか。タイミングをもっと遅らせないといけないと思います。あ、引き寄せてからない、ね、負けちゃいます。だそれ風投げに反応できなくなっちゃうんで、はいはい、あまり出しにくいっていうのがあっては。なるほど。あー当たってますね。まだ持ってくのかな。いや、死んだのかこれ。死んだ。なるほど、持ってきました。なるほど、スタンダ対策は2先。スタンダ対策は2先と。安心した。まあ1本削ったんでね、仕事はしたって感じ。そうですね、仕事はしたって感じですね。ってことはポポポ君、今スタンダさんと戸田助君を倒したので、あと2人か。あと2人。じゃあ次、ポポポ君どなたを選びますか。分担で1先2先1先だ。